はい、どうもカリエです、2016年4月の17日日曜日に開催されるオフ会のお知らせの動画となります。はい、で、今回ですね、すごいありがたいことにですね、なんと50人以上の、参加申請を今回今受け付けております。本当にありがとうございます。第1回よりね、20人ぐらい、多いですはい、大丈夫かな、俺すげえ緊張してんだけど、そんなに来るの知ってからで、ですね、会場がですね、一応60人までしか入れないんですよ。なので本当にもうあとね、参加申請できる枠がわずかでございますので、まだ悩んでいるという方はですね、早めに早めに、申請をよろしくお願いいたします。もう間もなく締め切りになっちゃいますよはい、で、まあ今回はですね、まあ詳細を改めて確認するのと、としきさんからね、いくつかちょっとお知らせがありますので、そちらもね、ちょっとまとめて喋っていこうかなと思っております。はい、じゃあ簡単にですね、オフ会の詳細をね、改めてちょっと言っていきたいと思います。日時がさっき言った通りですね、2016年4月の17日日曜日となっております。で、場所がですね、フリースタイル居酒屋梅八、梅田本店さんの方でやらせていただきます。はい、で、前も動画で言ったと思うんですけども、お店が一応5階にありますので、1次会オープンの時間まではですね、1階の方で皆さん待機よろしくお願いいたします。5階のね、ちょっとエレベーター上がったところに一応なんかこう待合室的なところがあるんですけども、まあ、今回参加者50名ということなんで、ちょっとあんまりね、中に入っちゃうと窮屈になっちゃいますので、オープンの時間まではですね、1階の外で待機よろしくお願いいたします。はい、で、まあ時間とか料金とかはね、前の動画とかツイプラの記事の方を参照よろしくお願いいたします。で、まあその場所なんですけども、前回ですね、第1回の時にね、結構場所わからないとか迷われてた方が結構いましたので、こちらもね、早めに場所の確認とかをしていただけたらなと思います。検索していただいたらね、地図とかも出ると思うので、早めの確認をよろしくお願いいたします。はい、で、まあ詳細はまあざっくり、こんな感じで、ですね、としきさんからいくつか、お知らせしてほしいということが、いくつかあります。ですね、まあいくつか、まあ前回も多分言ったとは思うんですけども、いくつかありますね。まず一つ目、乾杯用の飲み物は自分でご用意するようにしてください。各自でご用意してください。こちらでは一次会はね、乾杯用の飲み物を用意できません。なので、まあこっち当日ね、お店に着く前にコンビニとかどこでもいいので、まあペットボトルとか、カンカン何でも OK です。お飲み物を用意していただけたらなと思います。ジュース何でも OK です。ジュースでもお茶でも何でも OK ですので、一時間ね、ずっと飲み物なかったら、結構喉乾くと思いますので、飲み物を各自でご用意お願いいたします。はい、で、2つ目、貴重品の管理とかは個人でよろしくお願いいたします。こちらでは一切責任を取れません。まあカバンとか持ってきてる方はね、花火離さず、持っていただけたらなと思います。3つ目、オフ会会場はですね、Wi-Fi の設備がないです。 Wi-Fi が必要な方はですね、個人での準備をよろしくお願いいたします。まあなんだろう、スマホとかじゃなくて iPad とかでね、やってる人で Wi-Fi 必要な方はですね、ポケット Wi-Fi とかを持っていただけたらなと思います。はい、まあ結構ね、これはね、関してはですね、前回もちょっとなんか第1回の時にね、質問があったので、早めに言っておきますね。はい、一応まあとしさんからのお知らせは以上となっております。まあさらに詳細はですね、前回の動画ツイプラの方を見ていただけたらね、時間とか料金とかも載ってますんで、よく読んで、よく詳細を確認した上で、参加申請のほどよろしくお願いいたします。はい、ということなんで、もうね、この動画投稿してる時にはもう多分、当日まで2週間を切っておりますね、多分ね。はい、ということなんで、皆様と会えるのを楽しみにしておりますので、ぜひとも、みんなで楽しみましょう。ちょっと豪華なね、プレゼントとかも確か用意されてたと思いますので、ご期待していただけたらなと思いますので、
みんなでディバゲーのお話いっぱい語り合いましょうということなんで、今回はまあお知らせの、まとめの動画でございましたということで、当日皆さんよろしくお願いします。なんか何言おうとしたか忘れちゃったな。はい、ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。詳細確認よろしくお願いいたします。お疲れさんです。バイバイ。